皆さんこんにちは。こんにちは。さくらモモン館の時間です。今回もですね、馬淵大使をお迎えしまして、今一体世界どうなってるんだというような、現状分析から、これからのことを含めて、だんだん、ロシア情勢、ウクライナ情勢ですけど、はい、それから東アジア、はい、それからアメリカの、大統領のですね、元大統領になるんですけど、トランプさんの家宅捜索みたいな ね、 そうですね。もう、今やなんか FBI は秘密警察、バイデンのところまで言われるようなね、メディアでも言われてるってそうですけど、本当に世界中が今はいろんな形のあれでこう動いてる。前回もちょっと、大使とお話した安倍総理の暗殺もやっぱりですね、こういうものとほとんど連動した形で ね、 でね、行われてきてるというのはだんだん明らかになってきた。そうですね。それからもう一つ、公衆衛生、ファウチっていうのが今度辞任することになりましたけども、一番典型的なのは4本ワクチンを打ったにもかかわらず我が国の首相がですね陽性反応で一体なんじゃこらっていう感じがね、だんだんバレてきて、その基準ももう一部の人に限られ決めようとしてる。ただこれもう一つは外国人の移民というよりもに、入国ですね、これが月にも2万人を越させようとしてる。さまざまな現象が今一気に吹き出てる感じなんですけど、こういう全体の問題をですね、まず馬淵大使からもね、どんなお考えを持ってるか聞きたいと思います。よろしくお願いします。こちらこそ。全体のね、これから言えば、今回のお話の、こう総論的な部分で申し上げればね、今や非常にもう明確な形で現れてるのは、グローバリズム対ナショナリズムのね、いよいよ決戦というか、そうですね、最終決戦だと。でそれをね、アメリカは何と言ってるかというと、権威主義国家対自由主義国家の戦いだと言ってるでしょ。これ、ね、権威主義国家って何かというと、中国とロシア、その他にもあるんでしょうけどね、それで自由主義国家は自分たちだって言ってるしね、だってアメリカはもう権威主義国家じゃないですかと。私には主義国家ですよ、今バイデン政権は。だからね、あれを見たらね、むしろそういう枠方で我々を洗脳してるけれども、実際はそうでなくて、グローバリストの国とナショナリストの国に分かれてると、でその象徴がウクライナ戦争なんですね。そうですよね。だからプーチンさんは、ナショナリストの、先頭に立っているということですね。で片やバイデンというか、アメリカは、グローバリストの戦闘に対して今度のウクライナ戦争を陰で仕掛けているという状況なんです ね、 そうですね。だからその延長線上に、例えばペロシの交代もあると、こういうふうに、それからもちろんパンデミックもね、今の状況もあると、だんだんバレてきましたね、みんなね。だからその中でね、結論から先に言えば、岸田総理はグローバリストの、政策を臆面もなく取っておられるということだと思います。だからこれね、後でしっぺ返しっていうかね、日本にとって本当にこれまずいことね、今のは政権のね、岸田政権のこういうやり方、一番まずいことやってるんじゃないかっていうね。そうですよね。中国とロシアを、同時に敵に回すっていうね、これは小学生が考えても分かるようなね、稚拙なやり方、間違ったやり方をね、堂々とやっておられるんですよ。そうなんですよね。でその唯一の根拠がね、最初申し上げた権威主義対ね、それから自由主義の戦いだと、今の世界が、そういう誤った構図のもとでね、そうなんですね、政策を取っておられるっていうね、これはね、今水野さんおっしゃったようにね、いつ日本がはしごを外されるか分からない、いやもうはしごを外さんてるなと、もうそう思いますねそう思いますけどね、そういう状況にある、感じました。アメリカ自体も、先ほどちょっと言いましたトランプ大統領にね、なりふり構わず家宅捜索してね、反逆罪で訴えようかとか、もうトランプ的になるものをね、とにかく阻止したいというところで、これ安倍さんの暗殺も実は私つながってると思ってるんですけど ね、だからもうなかなかね、アメリカのこの
あの情報っていうのは入ってこないんですから、うん、日本のメディアもね、はい、あの入ってこないんですけども、実はトランプさんが今おせおせムードなんですね、うん、そうですね、だからね、ワイオフィングなんかもね、はい、あの圧勝ですもんね、圧勝でしょ、あの、リパブリカン・イン・ネーム・オンリーのね、あのあのリズ・チェイニーのね、あれネオコンのあれですからね、はい、そうなんですよ、あの共和党のネオコンですからね、それがもうあの半分ぐらいしか取れなかったんですね、予選でね、はい、トランプさんが推した候補にね、はい、それが象徴的ですよ、はい、だからね、今ほとんどの、ね、候補がトランプさんの支持、うん、っていうか推した候補が今度ね予備選で今どうずっと勝ってるわけでしょ、ね、9割以上ほとんど 100% 近く、はいはい、だからね、今度の中間選挙はトランプ対ね民主党候補の戦いみたいなるんですね、結局、はい、うん、でしかもね、全体としてはトランプさんが有利で、そこで焦ってね、 FBI があんなまたね、うん、チョンボじゃないけどあれ意図的にね、うん、やってますね、トランプさんを貶めようとしたと、うん、で FBI はね、我々捜査当局だと思ったけど、うん、とんでもないんでね、うん、あれはその KGB みたいなもんですよね、うん、あの今やそうなってしまったんですね、うん、でだからね、あの結局政権というよりも、うん、あのネオコンですね、ネオコンというかディープステートの言う前に動いてるわけですね、はい、でそれは最初 の, そのロシアゲート、うん、あれ FBI ですかね、仕掛けたのはね、そうなんです、あれインチキで分かっちゃったんだよね、コミーというのがあってね、それから FBI のコミーの前の長官をね、うん、名前が覚えられないぐらいの男ですけどを特別検察官にして、はい、そのロシアゲートを調べに調べたけれども、うん、証拠出てこなかったんですよ、結局出なかったんですよね、だからね、うん、弾劾のね、あれ、うん、ならなかったわけですね、うんうん、だからね、でそれで失敗した、うん、でもう一回やったわけですよ、それをね、あのこれ一番最後にこれ、うん、あれは何でしたっけね、もうトランプさんがもう1週間後に辞めるっていう時になってからね、うん、またあの弾劾をやってね、あ、やりましたね、なんかね、あれペロシがやったんですよね、これで結論が出たのがもう辞めてからでしょ、うん、で結局それは弾劾成立しなかったんですけどね、うん、そういうふうにしてとにかくね、トランプさんの亡霊っていうのはおかしいけども、うん、亡霊が今アメリカの、ね、政治を動かしてる、うん、いや、そうなんですよ、ということですね、だからね、 FBI については一言言えばね、うん、あまり今言わないんですけど、うん、これはもうね、あの時から FBI はつまりそのネオコンというか、うん、ディープステートと組んでね、あのいわゆるディープステートにとってのまずい政敵を倒すっていうのはね、ニクソンの時なんですね、あの時のディープステ、うん、ディープスロートって言いましたね、うんうん、要するにその政府の機密情報を流してた、うん、ワシントンポストに流してた男はね、なんとマーク・フェルトという FBI の副長官なんですよ、ね、でその FBI の当時の副長官とワシントンポストのボブ・ウドワードが組んで、ね、それでニクソンを脅しめたと、そうで、ね、でもうね、当時から FBI はそういう組織なんです、そうなんですよね、だからそれをね、うん、忘れちゃいけない、 FBI なんてね、はい、いわゆる客観的な、ね、捜査当局じゃないんです、連邦捜査局なんて言ってるけどね全然極めて政治的な、さっきちょっと一部アメリカでも言われだしたバイデンの秘密警察みたいなね、いや、あの結局その政権、うん、政権っていうか要するにネオコン政権の、そうなんですよね、あのディープステート政権の秘密警察ね、はい、だから今まで基本的にはね、うん、その共和党の、あの、もう含めてそのネオコンの、うん、っていうか、まあ、ディープステートの政権だったんだけど、うん、唯一トランプさんだけは違ったんですね、そうなんですよね、だから今何ね、トランプさんを追及していると、そうなんです、やめたトランプさんをね FBI が追っかけてるっていうね、うん、もうこれはね喜劇にもならない、だから相当だからなりふり構わない、なりふり全然構わない、ってことはトランプのトランプ的なもの、まあ、いわゆるナショナリズムとかね、あのグローバリズム、ネオコンがやってるね、グローバリズムとは違う存在をなんとか抹殺したい、そうです、そうです、だからそれね、うん、先ほどおっしゃったようにその延長線、ね、うん、線上に安倍元総理の暗殺があるわけです、うん、そうなんですよね、それでまたそれもね、あの今統一教会問題って言ってますけどあれも実は国際勝共連合っていうね形の中で、あのはっきり言うとアメリカと日本と韓国北朝鮮つながった、あれは単なるカルト宗教じゃなくて暴力組織というかね、うん、そういうものをもともと持っている性質で、今片付けられて、あの片付けられようと非難されているのは萩生田とかね、下村さんねとかね、いわゆる安倍派的な傾向の人間が今やり玉に上がっている、そうですね、流れ見るとですね、そういうふうになってるんで、
やっぱりアメリカとあれが連動してるなと。だと思いますね。だから世界のトランプ的なる現象というか、うん、トランプ的なるものをね、うん、この先全部抑えていくと、やっと抑えないとね、うん、アメリカ今度中間選挙もう民主党勝てないんですよ。勝てないですよね、今の状況では、はい、大負けの可能性がありますからね。それを少しでもね抑えようとしている、そうですね、僕はあがきだと思ってます。先ほど大使がおっしゃってたねネオコンのね問題で権威主義対自由主義みたいなねインチキなあの世界観というか振り分け方をねごまかすけどもう聞かなくなってきた。あの昔のなんていうんですかあの冷戦時代のね共産主義対自由主義みたいなねとまあ構造を同じにさせてるけどネオコン自体が前もちょっとねヘロの下かもわからないけどあれはある意味で言うとトロツキストのね慣れの果てがみんな寝横になってるっていうのあるじゃないですか。それが今バイデン政権の国務長官や国務次官やねあのいろんなものを、ね、ほとんど寝横で占めてるバイデン政権は、となるとむしろ全体主義権威主義政権というのは大使がさっきおっしゃってたね、アメリカのバイデン政権じゃないかと。それからねついでに言えばウクライナがそうなん。あ、そうですよね。ウクライナはねあれみんな寝横ですよ。ウクライナの完全そうですよね、だからねあれもっと質の悪いネオコンですよね。だからねまさにね、ネオコン対プーチンの戦いなんですよ。だそういう構図の方がね、はっきりだからネオコンっていうのは実は共産主義者と同じように一つの価値観一つの世界っていうね全体、の先制主義でね。そうですね。だから今そのいわゆるナショナリストっていうか、うん、まああの、うん、あのプーチンさん挙げましたけどね、はい、あとはトルコのエルドアンですよね、あのそれからインドのモディ、はい、それからブラジルの大統領とか、ね、はいはい、まあ、あのそういう人たちがそうなんだからね、それ対要するにそのグローバリストでね、そうです、それは宗教はグローバリストに入るんですよ、はい、ただその真ん中を、ね、泳いでるっていうのが、ね、そうですね、宗教なんです今ね。いや今昨日もちょっと討論でやったんですけど、中国の矛盾とかね、まあ、今日もニュースで李克強がね深圳に行き、あの習近平はあの北戴河会議終わったら瀋陽に行った、北と南で、でもうだから経済系と、まあ、いわゆる旧共産主義のね中共のやり方のあれが違ってきてるっていう報道がありましたけど、それとでもハンター・バイデンのね、最近ハンター・バイデン出始めましたね、また あの汚職の方ですか、はい、中国とのつながりとか、中国、ね、ウクライナのつながりとか、本当はあいつ悪いことやってんだなっていうね、もとはねもう数年前から分かってるのにね、それを FBI が捜査しないっていうのがね、先ほどの FBI の、うん、その差がっていうか根本的な、うん、あの問題と結びついてるわけですよね、はい、そういうことで本当に今言ったように、まあ、あのウクライナの、ね、問題が典型的にやられてる。でも大使も最初からもうあのウクライナ問題が起きた時からね、あそこがネオコン、またはもっと言えばネオナチに近いものが、ね、あって、非常にあの道義的にも何もやった腐敗した政権だったっていう、最近なんか本当になんか結構あの自信持ってでかい面してるけどね、あれは武器がね今クリミアやいろんなところあるいは原発に攻撃したりね、これ本当にまずいと思いますけどね。あれね、おそらくねこれはあの、よく分かりませんが、あのウクライナの、まあ、自作自演って言ったらおかしいですけどね、あのやってて効果があるのかはもうどうか分かりませんしね、ただどっかで爆発させてね、それを結局ウクライナというよりもアメリカのメディアですね、あの世界を牛耳ってるメディアを、ネオコン の, あの勢力が、ディープステートの勢力がメディアで世界に配信してるっていう問題なんですよ。まあと思いますね。だからね、もうねウクライナ軍はね事実上壊滅してるんです、壊滅しててね、しかしそれを戦ってるって何かというと、もう停戦をもう早くやらなきゃいけないけど、ああいう姿勢を見せないとね、一方的な条件を押し付けられるということだと思います。だから派手に爆発を起こしてね、あのまあ五分とは言わないけど、そっちに持ち込みたいっていう意思がまず一つあるだろう、それとねこれガンガンこういうことやって、もう私はあのいわゆるロシアの核、小型核とかね、こういうものを引っ張り出したい、引っ張り出して中間選挙の前でね、あのやることと、あのやっぱりねなりふり構わないあの FBI のね、トランプあれ見てると
そのペロシが両方とも行ってね、でペロシと行った情報局長という人、なんとかシンとか言ったかな、あのこれが三軍複合体の重役だった昔ね、うん、とかこういうのを見るとね、やっぱり本気でバイデン政権は、つまりこの今の戦争のね、あれをネタをまた東アジアに持ってきたがってるんじゃないかっていうね、東アジアにね、うん、まあいずれは行くのかもしれませんけどね、まあ、私の感じではね、うん、とにかく中間選挙までには間に合わないと、うん、東アジアはね、うん、だからどうやるかというと、ロシアを徹底的に悪者であることをね、うんうん、もっと印象づけると。だから結局その、うん、アメリカ国内でね、ガソリン価格が上がったのもみんなロシアが悪いからだというふうに思って言ってますよね。つまり自分たちの出世じゃなくて、うんうん、あれはロシアが悪いんだと言ってますけどね、もうアメリカの国民はね、そんな嘘には騙されない。そうなんです。騙されない。その状況なんですよ今。だからね、彼らは非常に 焦ってるっていうか、うん、そういう状況にあると思いますよ。そうですね、おっしゃるように、つまりね、実はバイデン政権がやったロシアに対する経済制裁、うん、これ、まあ、昨日もちょっと実は討論でみんなでやったという、全然ね聞いてない。聞いてないところがロシアの一人勝ちですよ。いや、そうなんですよ。ルーブルが今までね、弱くなってどうしようもないぐらいで破綻するって狙ってたんでしょうけども、全く今逆に最強の通貨になっちゃってるっていう、ね。天然ガス買うにはルーブルが必要になってきた。でかつてね、石油買うのにドルが必要だったのと同じあれで、今度逆転してルーブルが必要になったと、うんうん。そうなんですよ。だからやっぱつまりね、何かというと、まあ前もね大使もおっしゃったけど、ロシアっていう国は基本的には原材料っていうか、うん、そのいわゆる地下資源、まあ、石油天然ガス、うん、それから食料も自給できる、つまりいろんな圧迫受けても少なくとも貧乏になるか分かんなくても生きていくことはできる。そう、いや、それはね、そういうことも大事なんですよ ね、 ロシアは一つの世界でね、要するに一言で言えば何でもあるんですよ、うん、何でもある、うん、だから日本の場合はね、やっぱりそういう土地勘のない経済評論家がね、うん、経済制裁でもうすぐロシアは値を上げるとかね、そうそう、ロシア経済は世界からデカップされるとか、うんうん、もう言い続けたでしょ。その人たちの私ね、あれ今どう考えてるのか聞きたいと思いますけどね。いや、本当そうですね。もう全く外して、私最初からね、この人たちは間違ってると、うん、なぜかというと、私はもうロシアの経験が、うん、まあ、ウクライナもありますけど、うん、ロシア人はね、そんなことぐらいでへこたえないっていうか、うん、ずっとやってきたんですよ、うん、その一つの世界なんです、うん、ロシアはね、うん、だからそれはね、やっぱりまあね、経済評論家のほとんどの、ね、人は、うん、が日本の、ね、理解できないのはやむを得ないかもしれない、経験がないから、うん、それ にもかかわらず、ね、少しは、ね、客観的に考えないと、うん、いけなかったんじゃないかと思いますけどね。いや、おっしゃる、もっと言うとロシア文学見てもそうだし、とりわけプーチンの仲のいいソルジェニーチンの、ね、収容所列島とかね、軍刀とか、ああいうのを 見ればロシアの人たちがどういう形のね、生き方してるかっていうね、う圧迫とかいろいろの中でも、必ずそういう意味でね、生きていける、民族だと。 それはね、やや逆説的に聞こえるかもしれないけどね、うんうん、ソ連時代を生き延びたのがロシア人なんですよ。そうなんです、ね、ところが今の日本 の、 まあ政治家も評論家もね、うん、学者もみんなソ連イコールロシア、うん、ソ連イコールロシアと思ってんの。そう、めちゃくちゃ乱暴ですよね。それもう乱暴っていうか、それはプーチンが独裁的っていう、ね、言い方はいろんなことできるけども、共産主義全く否定してますからね、彼は。そうそう、おっしゃる通りで、そこが非常に重要でね、うん、これは評論家の人はどうして、うん、どういうわけか言わないんですがね、うん、プーチンはボルシェビック革命の革命記念日をもう、うん、否定したっていうかね、うん、あれをだから祝日でやめちゃったんです、うん、ね、だからプーチン大統領は反共産主義者なんですよ、うん、だからこの辺が分からないとね、プーチンは独裁だとかね、うん、共産主義者だとかね、うん、そういう KGB だったとかね、いろいろ昔のもう全く逆のプーチン像なんですよ、うん、いや、だからね、この乱暴な、それは右でも左でもいいけども、もうちょっと緻密にね、相手の敵というか、日本から言えばそう言われてるプーチンというね、うん、人物の指導者とか考え方とか、うん、それから、まあ、生まれ育ちっていうかね、うん、どういう形になってたかっていうのをね、私アメリカの CNN だか作ったプーチンっていうね、これはもう完全な反プーチンプロパガンダでね、やってたけど、
これでもこのぐらいしか言えないんだっていうね、のはちょっと感じたんですね。いや、それは重要な点でね、しかしアメリカのメディアもね、ヨーロッパのメディアも知ってるんですよ、プーチンの実動はね。でしかしまあある程度ね、ディープステートに合わせてるだけでね、ところが日本のメディアは 100% 合わせてるわけですよ。信じちゃってるって宗教みたいにね。だからね、ロシアのあるいはプーチンのね、あの擁護を一言でもしたらね、それは非国民なんですよ、日本はね、勝って。でこれではね、これでは客観的に見られないと。でそのルーシー、プーチンにもね、それなりのね、言い訳っていうか、理由があるんだという話をすると、お前も民主主義者じゃないとかね、そう、それだけでもう言論界から追放、事実上追放するような状況だったでしょ。そうなんです。これはね、私あれで愕然としたのはね、日本の保守も含めてですよ。保守がそうなんですよ、本当に。任政保守なんですけどね、その人たちは残念ながらね、ほとんどの方、そういう人たちがこの程度の知性しかなかったと。いや、そこなんですよ。これはね、日本の安全保障にとってね、大きな問題なんです。いや、そこなんですよね。でね、やっぱり大使とも安倍さんの話したけど、少なくともこの問題に関して安倍さんが、どこですか、あのエコノミストですか、にインタビューを受けた時、落としどころはミンスク合意だと、ごく当たり前のね、つまりね、ロシアが本当にあんなね、最初からね、領有してね、占領しようなんて思ってるんじゃないと。だから結局ゼレンスキー政権がああいうロシア人に対するね、圧迫とかいろんなことをやったから、ミンスク合意でね、やったのに、ここに戻るしかないだろうと言ってたのに、そこに一回和平行くのをやめさせたのがバイデン政権でしたでしょ。そうです。だから少なくとも冷静にプーチン政権やゼレンスキー政権、アメリカのね、バイデン政権見た時、まあミンスク合意っていうね、ものが出せる政治家は、まあ、正直安倍さんしかあの時はいなかったでしょうね。それが抹殺されたっていうね、そんなこと言ったら非国民になるね、だから言論が許されないということでしたけどね、今もおっしゃった通りで、全ての元はミンスク合意なんですよ。であの時はね、当時は、ウクライナのポロシェンコ大統領ですけど、彼もちゃんとサインして合意してるんですよ。そうなんです。だからあとはね、それに従って東部の今の戦闘をやっている日地区に対してね、特別の自治さえ与えればよかったんです。そうなんですね。それを拒否したんです、そのポロシェンコの後、つまりゼレンスキーが拒否したわけですよね。そうなんですよ。だから結局ね、ロシアが、まあ、いわゆる一般的な論で言えば、主権国家が主権国家をね、侵攻するというのはいけないと言われるけども、その正当ではないかも分からないけど、ちゃんと理由があるっていう、ね、そっちの部分をね、その理由があるということをちゃんと言わないと、侵攻する理由があったわけでね、そこは全く全部捨てられてたんですね、日本のメディアは。もちろん。だからね、もっと言えばね、自衛のためにね、つまり先に、手を出すという言い方は変ですけど、進行するのはね、本当に国際法違反なのかどうかということですよ。いや、そうなんですよ。不戦条約の問題考えても、私これ大変いいこと言っていただいて、ここ言って、そこ言いたいんですよね。不戦条約はね、自衛戦争は除くんですよ、あれは。そうなんですよ、ね、だから何でもかんでもねっていう、それをこうごまかしちゃってるんで ね、日本の大東亜戦争もね、これはもう自衛戦争だったわけでしょ。だってマッカーサーが認めてんだからね。そうなんですよ。だからね、あの時ね、私も、それに似た趣旨を言ってね、なんかネットで炎上したらしいんですが、要するにね、先に手を出した方が悪いっつったらね、日本も悪いことになっちゃうんですよ。そうです。それは、そのキャンペーンでね、今回のロシア侵攻もね、だから私らが生まれて初めてですよ、このウクライナで親ロ派って言われてね、いいけど別にね、筋の通らないことをね、違うって言ってるだけなのに、そういう、別に孤立は感じなかったけど、本当に、さっき大使おっしゃったように、日本の保守っていうのはね、核もこのレベルというかね、戦争がそんな入ったから悪いとか入らないから悪いで片付けないというようなことがね、この知性もないのかというね。いや、おっしゃる通りでね、一つのライン、これはもうディープステートっていうかね、ネオコンが決めたラインでね、その日本のアメリカのメディアもそうだけれども、日本のメディアもそれを牧師したわけですよ。そうですね、保守の保守系のね、ネットの人も含めても、既存のメディアは当然ですよ、だけども保守系のネットも雑誌も
馬脚を表したというかね、だからね、その人たちがどのように反省するかね、うん、少なくともね、反省っていうんです、なんて言うんでしょうかね、うん、検証しないとね、うん、僕はね、あのネットが自由だとは言うもののね、うん、ネットとかそれから保守系の雑誌もね、うん、その検証なしなくしてはね、今後やっていけないと。本当そう思いますね。しなふり しないでもらいたいですねこの問題ね。もう今どんどん結果出てるじゃないですか。まず最初に出てるのは経済なんですよ、うん、でもそれもね伝えてないんですよ、うん、それから先ほどおっしゃったようにね、まだ戦争もウクライナがね、頑張ってるみたいなあれでしょ、うん、あのウクライナはね、もうあのなんていうのかな、原発攻撃したりしてんですよ今ね。だからそういうことを一言も言わない、うんうん、クリミアの爆発とかね、なんとか特殊部隊がやったとかね、言ってるけど、まあやったとしたらアメリカの特殊部隊ですよね、うん、これ、うん、あのそれかもしれませんしね、うん、本当にやったのかどうかも分かんないし、あんな映像をいつでもできるわけですね、うん、だからただこれは私も証拠を持ってるわけではないから、うんうんうん、はい、ただ今までのそのいわゆる情報戦から見ればね、うん、我々は洗脳されているけども、うん、その多くはね逆なんです、うん、ロシアがロシアがやったと言われることは実はそうじゃなくて、ウクライナがやったということ、うん、だからね、そういう視点を持ってないとね、あのそれをいつ言うかはともかくとしてもね、あの一歩下がってそういう視点を持ってないとね、うん、今そういう人たちは困ってるんですよ、うんうん、前に言ったこととの、ね、標則をどう合わせるか、合うはずがないんですよ、ないんですよ、ね、もうね3ヶ月前4ヶ月前でもいいですよ、それをアップしたいですね、またね、そう、それこの比較検討をやってみればいい、うんうん、でそういうふうにしてね、日本の言論界も少しね足腰が強くなる必要があるんでね、そうですね、うん、これからのね、これからもう今まで以上にもっと、うん、あの日本がね、あの世界の孤立する危険があるときにね、あの言論戦でもうね、このように完全に取り込まれていてはね、うん、生き残りが危ないとすら私は思ってるの。その通りですね、だからこれね、大事ね、今のおっしゃることは本当にその通りだと思うんだけどそれをね、マスメディアとか言論人ねやってたっていうけど、それを一番真っ当にね政治でやったのが岸田政権だっていうね、うんうん、なんでもう外交官の追放から何からね、ロシアのね、これは本当にまずいんじゃないかって、つまりそのレベルで彼らも、まあ、はっきり言うと大使申し訳ないけど、出身の外務省もね、何やってんだっていうね、情報収集してないのかと。いやもう外務省はネオコン べったりです。べったりになっちゃったね、もうバイデンべったりでね、あのあとまずいですよね、これもちろん外務省の中でね、トランプの不正選挙なんて言ったらね、うんうん、みんな村八分に会うぐらいでね、らしいですよ。そうですか。それぐらいですよ。もう外務省はもうガチガチで、そもそもがね、トランプ大統領になるとなって困ったのは外務省なんです。あ、そうでしょうね。今までの、そのアメリカとの人脈、うん、いわゆるそのジャパンハンドラーズっていうのはみんな、うんうん、浮いちゃいましたもんね、アメリカ人がね、ないとかね、反トランプっていうかね、反トランプでしたから、連中でしょ。だからトランプの4年間はそういう人たちには使えなかったんですよね、うん、マイケル・グリーンとかね、うん、それからアミテージとかね、ジョセフ・ナイとかね、あの辺の連中がみんな干されたっていうか、あのみんなあの野党になっちゃったもんだからね、外務省も困ったんだと思いますよ。そうですよね、うん、それとまあ結果としても、まあ、大使はあの時もちょっと言ってたと思うけど、トランプって戦争やりたくないところなんですよね。トランプさんの時にね、新たな戦争はね、一つも起こってないんですよ。そうなんですよ。シリアをね、あの爆撃したとか、ね、うん、あれもやらせのね、ちょっとあれは習近平の前でね、アメリカの実力を示したんだと思いますけどね、うん、それからイランでね、あのスレイマニを、うん、あの殺したとかね、うん、これはハメネイのためにやってやったとかね、うん、まあいろいろあるわけですよね、うんうん、だからね、そういうふうなことはトランプさんはやったけどもね、新たな戦争は起こさなかったね、唯一の大統領なんだ。だから バイデンがね、まあオバマはそうだったけど、うん、バイデンのこの暴走ぶりっていうかね、うん、何にも指摘しないですね、でも、うん、だからね、これ平和な民主的な大統領みたいなね、あの環境を言ったりなんかするからみたいなね、これとんでもないですよね。私は ね申し訳ないけども、うん、バイデンさんが何を言おうと全く注目しないっていうかね、うん、バイデンさんはアメリカの大統領じゃないですからね、うん、本当の意味で の, その、まあでね、アメリカ のを統治してるね、うん、それはあの背後にいる人たちですよね、うん、本当ね、その背後 の、ね、あのディープステートですからね、はい、だからそういう人たちから送り込まれた連中が、うん、バイデンさんの周りを占めてるわけですよ、うん、国務長官から始めね、全部そうです ね ね、だからもうあのムーランと国務次官の
ノルウランドなんてこいつなんてもう典型的なネオコンのねネオコンでね戦争屋ですよ彼女はね。そうです。だからマデレン・オルブライトの次のね戦争屋なんです。オルブライトもすごかったですね。そうですよ、あのネオコンでしょ、うんうん、でそのまあこういう言い方はねあの直に結びつけてはいけないけれども、うん、あの日本のねいわゆるなんていうんですかね、今で言えば岸田さんに、まあ、シンパセティックな、うん、それなりに名の知られた政治家は、うん、例えばオルブライトの弟子だったりね、うん、アーミテージに可愛がられた男とかね、うん、そういう人たちなんです。つまりグローバリストなんです。そうなんですね、だからネオコンというのはグローバリストって、ね、そうです。そうです。それからディープステートとつながってるっていうね、うん、それはねあのもう簡単に言えばね、うん、要するに世界をあの自分たちのこうなんとかスタンダードで統一しようという人たちですからね、うん、かつてはそれを共産主義とのドクトリンでやろうとしたけど、うん、それはもうねこの世の中はあの通じないと、うん、そうすると何でやるかというとあの民主自由と民主主義という建前のもとに独裁的に、そうですね、独裁的ないわゆるエリート政治を世界に広めているというのが変えられない、うん、だからこれ言葉はあの自由と民主主義になったけど、でもそれトルツキズムというか共産主義に変えてもね結構あの平和と、ね、あれとかねあの平等とかねあの環境問題含めて同じ構図なんですよね結局ね。だからかつてのようにね、うん、あの階級闘争とかね、はい、プロレタリアとの独裁とかね、うん、そんなことを言わないに変えて自由と民主主義ですからね、あの CO2 とかねCO2 削減とかね、うんうん、それから何ですか持続可能な経済とか そういう言葉で勝負しているというのが、うん、SDGs とかね、そうそうです。だから私はそれを新共産主義っていうかね、うん、別にあの現代の21世紀のトロキストと言ってもいいんですよ ね、うん、そうですね。そういう連中が今グローバリストとしてね、うん、あのプーチンがそのあれする戦闘に立っているナショナリスト陣営とね、うん、真っ向から対決していると、それが世界の構図だということですね。面白い。だからさっき言ったね日本の保守っていうのはねプーチンを共産主義者あるソ連とね、うん、同じ流れみたいにね、うん、見てるっていうのはそこのところが区別ついてない。そうそう、全然つまりトロツキズムなんだということがねあの本当は基本的には共産主義者の構造精神構造あるいはシステムを狙ってるのと同じだっていうね、だから今そういうの分かんないんですよね。岸田さんがやっておられるのは、うん、基本的には共産主義と同じ、ね、なんですよね。世界観なんです。世界観なんです。それを言っていただきたかったっていうね。いや本当におっしゃってそうなんですよ、うん、だからそういうつもりでやってるのがもし共和党でトランプ的な政権が生まれたら、うん、あんたどうするのというね。もういや私はだからねそれが、うん、あの保守のね再編の起爆剤になると、うん、でね、もうね野党の再編なんてどうでもいいんですよ、うん、日本はね。いや本当に保守の再編をしなきゃいけないっていうかね、いやいや本当の保守党を作らなきゃいけない、うんうん、そうですね。だからやっぱりね、まあ、今回の統一教会問題も含めて日本のあれは結局全体でいうとほとんどグローバリストのね、あのまあ自民から公明維新何があの野党全部含めてねほとんどもうそういうねグローバリストの政権あるいはうんと一般的に分かりやすければ親中政権というかね中国にしたあれを持ってる政権、岸田さんもそうなんだけどもやっぱり極めてもうちょっとまずい状態で、それともう一つこれ昨日ちょっと実は私皆さんにちょっと問いとして出したのは世界はグレートリセットっていうかね、うんうん、そっちいろいろこう曲折はあるけども向かってるのかこれは普通にカオスなのか皆さんどう感じてますかって質問出したんだけど、うん、まあこれは、そういうのを狙いながらカオスの状態を作ってるというね、うんうん、結論みたいなことなんですけども、まあ、あの結論としてはね、はい、そういうことだと思いますけどね、うん、やっぱりねグレートリセットそれはまあディープステートがやってるわけですね、うん、ダボス会議の、うん、そうですね。だけどもねやっぱりねこの80億ですよ、うん、今やっぱり世界を動かすのでね、うん、彼らが計画した通りにはいかないんですよね、うん、だからパンデミックも、まあ、そういう意味ではね、はい、完全に世界をあれでね、うん、恐怖支配ができなかった、うん、わけでしょ。管理もできなかったっていうね、それから、はい、ウクライナ戦争やったけどもね結局ロシアが勝っちゃったということでしょ、うん、簡単に言えばねロシアを倒せなかった、うんね、だから彼らの思惑通り進んでないんですよ。でこれでね
彼はもうあの今度の中間選挙でどうなるかでね、うんうん、これでもし彼らが負ければね、ということは、うん、あのトランプ共和党が勝ったらね、うんうん、これは彼らがね、事態がリセットされると、うん、つまり世界を自分たちの思う通りに、ね、リセットしようと思ったのが、やっぱりね、うん、ピープルズパワーだと私は聞くときには思ってますけどね、うんうん、やっぱりリセットされると、うんうん、いうことだと思います。でちなみにね、これはご存知のことだけども、うん、ロシア制裁に参加してるのはたった30カ国ですよ。そうなんですよ。残りの世界の、ね、大半はね、参加してないんですよ。反対してるんですよ、実は。そうなんですよ。だからそういうのは、ね、ブリックスみんな、ね、ほとんど反対だし、そうそう、うん、ブリックスそうですよね、うんうん、だからね、賛成してるのはね、日本とアジアだと日本とオーストラリアと、なんか本当に数カ国ですよ。そんなもんです、ね、うん、30カ国、あっちのヨーロッパはね、やってますけど、ないんですよ。そうです。だからあの我々はあのメディアみんな多数だと思ってるけど、世界から見たらね、あの結構孤立してるんですよね。だと思いますよ、うん、まあ、そういう流れを今やってるんだけども、もう一つ言うと、この流れの中であの中国というかね、はいはい、あのどう関わってくるか、はい、私はわざわざ今岸田政権は中国とね、あのロシアをね、あの本当は分かたなきゃいけないと私は思ってるんだけど、うんうん、逆やってますよね、ずっとね。それはね、最初にちょっとね、うん、あの外観の時に申し上げたように、うん、中国はね、グローバリストなんですよ、うん、これはもう間違いなくです、あの、はい、間違いなく皆さんそう思ってる、はい、でロシアはね、プーチンはもうナショナリストでしょ、うん、だから中ロの結託ってのはありえないんですよ、うん、だからそういうふりをしてるだけであってね、うん、だからその、中国はグローバリストだけども、表向きはアメリカと競争しているようなね、ふり、うん、をしてる。アメリカもそういうふりをしてるだけなん、うん、えここをね、見誤ったらいけない。いや、だからね、いや私が そこのところね、うん、思うのはやっぱりね、今言ったようにああいう形でね、ウクライナでね、ロシアの侵攻というものを、まあ、引きずり出した、むしろやらざるを得なくさせた、この流れの中でね、今言ったようにあの中国とね、あれが今我々のこの現象として言うと、中ロ艦隊がね、日本の周り回るとかね、うん、あのまあ、ロシア中国の船が識別圏、防空識別圏が入ってくるとかね、うん、こういう流れの中でね、やっぱりあのこれはちょっとどう思うか聞きたいんですけど、まあ、北海道でいうとあの会議長がね、ロシアの、うん、会議長が、北海道にもロシアの権利がある、うん、でプーチンが、アイヌ問題よく調べてるなと思うんだけど、千島列島の先住民アイヌだって言ってね、うん、つまりあの悪夢のっていうかな、ヤルタポツダム体制のね、あの半分ロシソ連がね、あのまあなんていうんですか、あの、占領すると、北海道そのそういう流れのようにこう今動いてるっていう ね見えるんです。これは確かに見るとどうですか。いや、それはね、うん、そういう流れに動いてるんじゃなくて、うん、日本のメディアがね、もうあの反ロ的な、はい、反ロシア的なね、あの記事を書くあれがなくなっちゃった。だから、うん、終戦の時のあれを、ね、持ち出してるんですよ今、うん、であの時にね、スターリンが、うん、あの東半分をよこせって言った、それは史実としてそうなんだ、うん、だけど今ね、戦後77年経ってそんな昔のことを持ち出して、それで、ロシアはけしからんって言ってるわけでしょ。それどこに意味があるのかと、うん、でせっかくロシアがね、あの俺その共同あのその訓練もそうだけど、うん、あ分かるでしょと、日本の方々、うん、我々は別に中国と共同訓練もできるけど、うん、あなた方それでいいのかって言ってるんですよ、うん、だからそれに対してウェルカムって言ってるのがね、ウェルカムなんですよ、うん、どうぞ中ロさん仲良くやってくださいって言ってるのが岸田さんでしょ。いや、そうなんですいや、だからねだからね、これはもう喜劇ですよ、喜劇。それともう一つは、うん、そういうことをやらせてね、うん、いや私その先にね、あの岸田がやたらと、まあ、私はあのエマニュエルの言うこと聞いてるんだっつってるんだけどもこうやらせといてね、それでこのあとどうなるんだろうっていうとなると、習近平が今権力闘争やってるって言われてて、で経済ははっきり言うともうあの住宅とかああいうものを連動してるんですけども、ガタガタになってるんですね、マイナス、何パーセント 3% とか、うん、そのぐらい経済、実質上の経済はもうダメになってる、うんうん、でお金不足も なってる、うん、こうなった時あの習近平が最後の手でやるのは国内の
内戦を起こさないために外に出る。でこういうねことをその逆に引き出してるんじゃないかってね、うん、日本のねこの状態は。それは分かりますけどね、私ね、私思うのはね、中国の歴史見てたら、はい、外には出ないですよ。外に出たってね、うん、そんな 内乱を抑えられない。これが中国のね、私は歴史を見てるわかるんでね、うん、あの いわゆるねその今の見方はあの知性、あのなんて言いますかね、政治学で的にはね、そういう見方はできるんですが、うんうん、つまりね、あの中国民衆のね、あれを共産党からね、共産党の姿勢から外に向けるっていうのは不可能です。彼らは関心ない、うん、そんなの、うん、彼らは自分たちの、彼らって中国人ですね、うん、そこすごく大事な話だよ、ね、今中国人はポケットしか関心ないんだから、うん、ね、自分たちが儲けられるかどうかだからね、うん、そんなね、あの尖閣がどうかなんていうのはどうでもいいことでね、うん、だからね、結局彼らは今何だ、あの何を考えてるかって、中国人がね、うん、これは私はあの多くのチャイナウォーチャーズとは、うん、違ってて、うん、彼らはね、今度はあのもう共産党は自分たちのビジネスを守ってくれない、だから共産党政権以外の政権でいいというふうになってきてると思いますよ、うん、なるほどね。いや、それはね、一つ私も考えてるのは、一番実は中共政権と支えてるのは、うん、金儲けさせてくれるっていうね、うん、人たちが、つまり世界中の華僑ネットワーク、そうです、それこそグローバリズムの、ね、典型で、中国の政権の質とかイデオロギーには全く関係ない世界中に散らばった華僑ネットワークが、今のところ中国はああいう形で発展したということで金儲けさせてくれてると、うん、あと、まあ、大使おっしゃるように、これが効かなくなってくるとね、華僑ネットワークが捨てるとおっしゃるような、ね、流れに、ね、なっていくっていう、ね、今ね、本質をおっしゃったのでね、うん、はい、金を儲けができたから共産党政権は持ってるんですよ、うんうん、だからね、もう金儲けができなくなると共産党がいろんなことをね、うんうん、あのこうなんでちゃちゃ入れたりね、うん、あのしてね、金儲けができなくなればね、うん、中国の民衆って言ったらいいのかな、共産党政権なんていつでもポジしますよ、うん、私はそう思ってる。だからね、なんて言うんでしょうね、あの、つまり先ほど申し上げたようにね、うん、外に出かけていって、うん、私はね、あの中国の軍隊って逃げ出すと思うんですよ。ああ、うん、それはもうね、まあ、歴史を見れば分かるんだ、うん、彼らはね、国のために命を捧げるなんていう人じゃないんですよ、うん、ところがあの言葉尻はすごいですよ、うん、今度のペロシが行った時もね、うん、必ず血の見返りがあるとかね、もうあの白髪三千条の世界でしょ、うん、それはその通りです ね、だからそういうことを言ってる間はね、戦争は起こんないんですよ、うん、私はだからあれはね、先ほども言ったように出来レースだと申し上げたらそうで、もう最初から習近平と打ち合わせ済みでね、うん、で習近平はまあ好きにね、ああいうもうあの恥ずかしいような言葉を言ってね、うん、あのそれで私は台湾には侵攻しません、うん、ということをアメリカに伝えたようなもんですよね、うん、今回ね、うん、ということは、あの大使の見方からすると、いわゆる、まあ、中間選挙の前に、うん、まあ、これはちょっと私の見方だったから、まあ、逆にあの訂正してもらったり、ね、してもらいたいんだけど、あの中間選挙の前にどうしてもなりふり構わぬあの姿見てるとね、うん、あのいわゆるトランプの反逆罪起訴とかね、うん、やりかねないだろうと。それからもう一つは台湾海峡で何らかの形でね、あの起こして、それでその中で断固としたね態度というか、あの、まあ、一番あれはあの尖閣諸島に、まあ、私が前に白井の書いた尖閣諸島に大量の船寄せて、うん、それから一回占領して、そしバイデン政権が出てけと言ったら、でも平和を守るために我々は出てくっていうね、こういうような、でも一回も実行支配してからもう中国として実を取ることもできる、名も取ることできる、で紛争寸前だけども我々はねっていうことをやらせをね、バイデン政権と私はやるし、それから、うん、あの軍需問題でいうと、これ防衛さんも書いてるんだけど、結局 2% ずつ上げるとか、今回予算も大したことないんだけど上げるって言ってるけども、結局アメリカの武器全部買うって言うんですよ、国内の武器を、アメリカの兵器、武器を、兵器だから、2% にするとか言ってるけどもね、結局そう、あの向こうの売りたがってるものをただ買うだけで、何の日本の本当はっきり言えばあの
他の今 NATO に参加してどんどんやったのはみんな兵器を、古いね、ロシアソ連型から欧米に変えてるけども同じことがね、でみんな都合が良くなると緊張も起きて、かつまた政権で断固たる姿勢を見せるみたいなね、そういうことがあり得るんじゃないかと思ってますね。あ、それはね、あり得ても不思議じゃないと思いますけどね、アメリカは中国とは戦争しないですよ、だって中国がそもそもアメリカと戦争して勝てるなんて思ってないし、それからもっと言えばね、台湾はもう中国のもんなんですよ。これはね、歴史を見れば分かるんでね、1950年のもう圧勝演説でね、もうあの頃の民主党政権はトルーマン大統領でしょ、台湾はアメリカの防衛線の外だと明言してるんですよね、だからそれが訂正されたっていうね、そういうなんて言いますかね、スピーチというか発言というか政策は株にして今までないわけですよね。だからね、つまり中共はね、もう別に台湾侵攻しなくてもいいんだと私は思ってる。だってもう自分のもんだって言って、もう1990年からアメリカは認めてくれてんでね、むしろ逆に侵攻したらアメリカに余計なことを言われる危険があるということなんじゃないかと思ってますけどね、でいずれにしてもね、それは尖閣が占領されてもアメリカが戦争するはずないですよ、日本のために。そうなんですよ、そこはね間違っちゃいけないですよ。いやだからね、私が思うのはアメリカはね、バイデン政権が出てけと、こんなね許さないというね、大体このやらせなんですけど、ペロシとの間で、で我々も平和を望んでるから、一旦はそこ引き上げるというね、で両方ともメンツが立つみたいなね、こういうことがね、まあ、3年前ぐらいに私そういうことが起きるだろうと、そういうね、アメリカ戦わなくて済むしね、シナリオは考えられてもね、中間選挙で勝つためにね、そういうのをわざわざ演出するっていうね、私は動機は低いし、もう時間がないからね、そんなことはうまくできないし、どうしますか、その中間選挙。もう中間選挙は経済問題ですよ、アメリカの、にとってはね、だから外交問題っていうのはほとんどね影響しない、でこれはね、日本では割とそこがねあんまり十分理解されてないけど、私もアメリカでね、ワシントンじゃないけどニューヨークからアメリカの大統領選挙見てたらね、要するにずっとポケットの問題、ポケットっていうか経済問題、お金の問題ですよ、だからつまりレーガン大統領が勝った時にね、うまくいったのは、あなたのアメリカ国民に対してね、選挙民に対して、あなたの今の状況は4年前と比べてどうですか、良くなりましたか悪くなりましたかって言ったら、カーター時代に悪くなっちゃったんですよ、でそれでレーガン勝った、だからね、そういうもんなんです、そういうもんなんです、アメリカ人はね、だからね、外交問題にね、で今おっしゃったように、つまり外交でアメリカがすごくいいことやってるから、例えば民主党にいるようなんていう人はね、いないわけじゃないかもしれないけどね、そうおっしゃるとそれはね、一番のベースは彼経済ね、経済です。で今インフレ抑止法っていうね、インフレ抑止法ですね、あれバイデン政権やってるじゃないですか、でもあれは現実で言うと環境問題とかね、全然原子力とかね、いろんなもののまともな政策じゃないんですよね、経済を発展させるようなものじゃない、逆にいわゆるなんていうんですか、 CO2 とかやっちゃいけないことをまた進める、こういう状態になるとちょっとこどめ、ね、アメリカの経済がね、うまくいくようになるかどうか、いや、いかないんですよ、だからもうね、ネオコン政権というか、彼らはアメリカ経済を、だんだん壊すことをやってるわけですよ、バイデンがね、だから行くはずがないです、民主党政権はずっとそういうことをやってきて、でそれをトランプさんの時に初めてね、アメリカ経済をまともに、まともな経済にしたんですよ、だから彼らにとってはね、だからトランプ的なね、政策は許せないということですよ、だからなりふり構わずトランプをね、どんな不正選挙をやっても引き下ろさなきゃならなかった、いやだからね、まあそれがちょっとだから私の考え、まあそうならというのはやっぱりね、いつもね戦争っていうのが利用されてるっていうね、利用はされるんですよ、ね、だけど選挙のために利用するっていうのはね、まあかつてはルーズベルトがやったぐらいでね、あれはだけどルーズベルトが3選4選するためのね、あであって、通常選挙の時にね、
戦争の時にね、アメリカ国民が団結するっていうのはありますけどね、だからといってそれを選挙のために利用するっていうね、候補はね、候補っていうか党がどれだけいたかっていうと、あんまりそういう経験は私は思いつかないです。なるほどね。いや、そこすごく大事な話でね、つまりこのままいくとああいう形でトランプのね、追い落としっていうかね、なりふり構わぬ、ああいう FBI 使ったああいうものの中で、中間選挙ってね、今一般的に言われるのはやっぱり共和党が勝つだろうと、少なくとも下院はね、上院は3分の1しか改選されないんで、まあちょっとね、勝ってもね、対象にはいかないということでしょうね。ただ本当にそういう意味では、あとその2年後のね、大統領選にやっぱ大きな影響を与えますから、決定的な影響は。そうするとやっぱり、もともとレームダックみたいな大統領だけど、ネオゴンたちがどういう形でね、そのあと2年をやるか、それからもっとやっぱネオコンのバックにいる、ネオコンも同じなんだけど、そのディープステートみたいなね、金融資本とかそういうものが実際この2年間でね、やっぱりトランプ政権、トランプ的政権、これ阻止するためにね、何をやるかということなんですね。でも不正選挙しかないですよ、具体的に阻止するのは、ね、それ以外にはできないですよ、もうアメリカ国民は気づいちゃったから。いや、だから今回はにもう一回はやっぱ無理じゃないかっていうね、次の大統領選でね、もう一回また民主党政権のね、一体誰が候補になるんだっていうのもあるけども、共和党にはたくさんいるんですよね、共和党はね、トランプ OK が出てきて ね、民主党はあれでしょ、左派が出てくるから、大負けする、左派だから大負けするんですよ、だけどもね、おっしゃったようにね、結局民主党はこのままいけばね、なんていうのかな、大敗以外に考えられないですよ。いや、そうなんですよ。そうするとね、今さっき大使がおっしゃってたディープステートという人たちが自分のコントロールにね、置かない状態になってくる、アメリカの支配っていうのと同時にもう一つは世界支配っていうのをやってた人たちが、トランプ的なるものがアメリカの国民の中の主流に なると、そこだとナンバーワンの国ですから、やっぱりまたトランプが現れてね、そのいわゆるネオコンディープステートのね、そのワンワールドというね、これに対して妨害するようになる。そうです、もちろんそう。これも大変なことになってね、これもうそれはもうプーチンさんがね、自分反対だとずっと言い続けてね、過去20年ぐらい、だからもうアメリカのネオコンが狂ってるわけですよね、自分たちの世界計画にもう正面から反対してるプーチンを倒すってことでしょ、ね、まだ、そうするとね、トランプ的なるものっていうか、トランプ共和党が復活しね、それでプーチンさんと組めばね、これはひっくり返るんですよ。いや、そうなんですよ。ひっくり返る。いや、だからね、今言ったトランプ、トランプでもいいけども、これやるとロシアとね、つながるでしょ、そうです。それで、いわゆる中共を挟み撃ちみたいなね、いわゆる共産主義的なグローバリズムをね、潰す。それから今もう完全に、どうですか、これ大臣に聞きたいのは、EU の落ち込み、世界史的な意味でね、ヨーロッパの国の、エネルギーとかいろんなものを含めて、つまりユーロの世界がね、その衰亡していく、我々の国もそうなんだけど、これはやっぱりそういう流れになっちゃうんじゃないですか。でしょうね、EU っていうのはね、グローバリズムの典型的なね、実験場だったんですけど、やっぱりうまくいかないということだったと思いますよ、だから今やね、我々がそのなんとなくこうメディアで受け取っているような印象とは逆で、世界の底流はね、ナショナリズムがだんだん優勢になりつつあるんだと、で私は思うんです、でそこでね、日本の役割っていうのが重要になってくる。そうなんですよ。そうなんです。だからね、岸田さんとあんなことやってる時じゃない、日本は本当に。だからそのこれでね、トランプのアメリカとプーチンのロシアと日本ね、安倍さんなきゃ後だけども、日本が組めばね、がっちりなんですよ。いや、だからね、今言ったようにその、さっき言った3者をつなげようとしてたのが一応安倍さんのイメージだった。安倍さんです。
だからさっきのミンスク合意もね、現実的なことをちゃんと言える政治家だった。あのそれからあの、まあ、死ぬ前はこれは本当かねって私は言ってたけど、一応靖国に行ってね、それから積極財政を言って、うん、まあ、それから核シェアも言って、うん、あの歴史観の見直しまで一応言ってたんですね、うんうん、でも私はちょっと、まあ、殺されるまでは、まあ、まだ本当に怪しいもんだと本気かどうか案内って言ったけど結局殺されてみるとね、あ、本気だから殺されたんだろうというふうに思えるようになるわけですよね、うん、でもそのね、もう一つ言うと安倍さんに代わる人間がね日本にいるかどうかって言うとどうですかこれ現実、まあ、今すぐはね、すぐはどうですかね、うん、だけども いないはずはないんでね、私はね、うん、これから自民党の中でね、うん、出てくる人が出てくる人は出てくるって変ですけど、うん、出てくると思います、うん、出てくると思います。その方がね少しずつ出てきてね、今までは結局自民党って言ってもリベラルが優勢だから、うんうん、こう保守でね、うん、出ようとすると叩かれたわけですね。で全くもう何て言いますか、うん、あまり、ね、名前を出すのは良くないんですが、うん、全くそういうことに関わりなくね、うん、やっておられるのは西田さんですよね、うん、西田さんは堂々とディープステートの話されるわけです。西田昌司ですね。西田昌司さん、はい、うん、ね、でこれはもうだから西田さんに個人的な野心がないからですよ、まあですね、自民党を束ねようなんて思ったらね、うん、ああいう発言できない。だけどもね、うん、国士っていうかな、そういう人材は必要なんですね、うん、だから西田さんが全ていいとか悪いとかじゃなくて、うん、そういうことをこれから発言する人がね、うん、自民党の中でも出てくるだろうと、若い人の中に。そうですね、それを期待してるんです。というか、うん、それが出てこないと、うん、もう日本は沈没しますよ。沈没、そうですよ、本当に申し訳ないけど、うん、だから私もね、西田さんはその西部さんその関係でね、一緒に飲んだり歌ったり、ね、する中でね、でまあ経済論もね、積極財政、そうですよね、はい、できちんとしたまあ西米イズムの人だったから、うん、まあ結構意見一致すること多かったです、うんうん、だからねちょうどね2つちょっとあるのはヘイトスピーチ法の推進者になったんですね、はいはいはい、これは本当にちょっとね今でも悪影が出てる、うん、外国人の移民の問題とね、うん、でこれが一つと、人は個人的にはすごいいいやつなんだけど徒党を組めないんですよ。だ西田がなんで作らないんだって言ったら、いや俺はそういうタイプじゃないしさとかね、だからもったいないんですよね、うん、でだからそういうところに一匹狼としてはもうは頭いいしね、発言世界観もちゃんとしてるし、まあ、人間的にもそういう意味でいい男なんですね。だから本当にねそうなってもらいたいと思うんだけど、うん、だけどもね、いや非常に今、ね、時代になると変わってくるかな、いや、うん、というかね、むしろ僕はもう徒党を組む時代は終わったと思ってるんですよね、うん、だから自民党だけじゃなくて、うん、他の党もそうですけどね、これから徒党じゃなくてそういう徒党は組まずにね、うん、影響力を及ぼすと、うん、そういう政治家が出てこなきゃいけない、うん、徒党を組むと派閥政治になるんですよ。だからそうじゃなくて、まあ、高市さんも多分、うん、私もそんなによく存じ上げてるわけじゃないけれども、徒党を組めない人です、徒党を組めないし、はい、組まない人だと思うんですね、はい、でそれ以外にもね、自民党の中でね若い方でおられるわけです。でそういう人たちがね、うん、結局派閥に入ると派閥に縛られて伸びるものが伸びなくなる、うんうん、というんじゃないかと思いますね。なるほどね。だからそういう人たちにねこれから出てくると、俺はもう徒党は組まないと、うん、組まない人が徒党を組むというかね、うん、ちょっと逆説的だけど、うんうん、組まない人ばっかりがね結局自民党の保守っていうか、うん、内部から自民党のを動かしていくと、そういう、これはまあ私の半分ね、うん、期待も込めてるんですが、まあ、期待したい人たちではありますけどね、だから若い方でね、はい、木光みのるさんなんかも頑張っておられますよ、うん、あの方もね、ご承知のように、うん、優勢があったもんだから、うん、じっと我慢しておられたんだと思うんです、優勢民営化のね、民営化のね、はい、であの時にあれにこう疑問を持った人は、結構期待する人たちなんですよ ね、 そうなんですね。あれで日本が構造協議でね、構造改革ってことでダメになってきましたから、うん、だからあれの時ね、他にも優秀な方おられたんですけども、うん、結局自民党を出てね、うん、やりだして、やっぱりね、うん、そうなると当時の雰囲気から言えばなかなか難しかったなと思うんですね。そうですね。ゲルスさんは、まあ、落選のね浮き目に遭われたんだけれども、はい、結局頑張ってね、その自民党に復党されて、ね、まあ
ずっと頑張ってこられたんじゃないかと私は、まあ、外から見ててねそういう感じが、まあ、私の後輩ですからね外務省の、はい、そうですね、ドイツのね、ドイツの、これ実はね浪人中うちの番組出てたんですよ。そうですか、そうですか。で個人的にもすごく仲良くてね、今でもまあそういうねあれはあるんですけど、木内さんはねそういうあの人もでもと遠くまない人なんでね、これはね、いや、まあ、頭いいしね、さっき申し上げたように人遠くまない人の中にね木内さんもちろんそうです。それ以外にもねいられるはずなんですよ。水野さんの方はそれはよくご存じかもしれないけどね、僕はねそういう人たちを応援したい。だから私はね、まあ、私がそんなね、影響力があるわけじゃないけども、どの政党を応援してるわけじゃないんです、やっぱりそういう人間政治家個人を応援すると。そうですね、ちゃんとやってくれる人がねいたら別にね野党だろうと何だろうとね、いいんですけど、いや本当にただね私大使のねそういう話聞くと参ったなと思います。本当にそうなってもらいたいと私もね、実はみんなお付き合いしてたらそういうね、これから日本になってもらいたい、日本の自立やね日本のこう生き延びてくね支えになってもらえる人たちに本当期待ね、して私も大使と同じ思いですけど、だから本当にただなかなか困難な道だなというね。というかね、もうそういうのがねやっぱりその重鎮にはしてみればね、そんな政治はそんなもんじゃないということだと思いますけどね。だけどそういう時代はもう終わったと私はそう思います。いや終わらせなければいけないんです。おっしゃると我々の運動も実はそう、それでね、まあそういう今言ったように真っ当なね、ごく、それともう一つはやっぱり、まあ、大使のお話っていうのは実はこれ世界的なあれで言うとね、もしかしたら世界的な優秀な人たちの世界認識とね同じだところで、日本のね今言ったその役人から政治家のレベルがあまりにも低すぎてね、まあ変な言い方だけど大使のこととか、まあ、私のことも言われてるんだけど陰謀論者とかね、だからそういう形で片付けるで知的なこうそのあれができてない人があまりにもね今この日本の中で占めてきてる、そうなんですけどね、敗戦の遺徳者っていうかね、こういう人たちがつまりね、戦後77年かけてやられたんですよ、そうなんですね。だからじわじわだけどね、最初の頃はそうでもなかったですよ、私の小学校の頃はね、まだもっと日本社会健全だった。あ、 それがだん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 ね、今やもう全く逆転しちゃったでしょ、左翼でないとね人じゃないみたいな話になっちゃったでしょ。LGBT をね、LGBT 云々じゃなくて、ああいうことを積極的にやらないとなんか人間じゃないとかね、人道主義者じゃないみたいなね、雰囲気にしてしまう、なってしまったわけです、これはね大きな何て言いますかね、差であってね、私はね、安倍さんが、戦後レジームから脱却してね日本を取り戻すっていうのはね、まさにそういうことで、戦後レジームが77年続いたらね、もう本当にね日本人が日本人の良さっていうものをね、もう忘れさせられた。それは教育がそうですし、もう言ってみれば食事もそうですよ ね、 そうですね、パン食にしたりね、まあ、あれも給食でね、給食でね、強引にやられたわけでしょ、はい、そういうならね、まあ、占領中はともかくとしてね、占領が終わってからもね、それを修正できなかった。そうですね、77年ねできなかったわけですよ、それはなぜかっていうことをね、むしろ私は心ある人にその検証してもらいたいなという気がしますね。いや本当に今日はね、これからのことを考えるとね、まあ、岸田政権見てるから余計ね自民党の中の心があるというかね、国を憂う人はね、岸田さんの役目があるとすれば反面教師ですよ。いや本当に申し訳ないけど、そうです国民がね目覚めてるんですよ大丈夫っつって、いや最近支持率ゴンと落ちてるみたいですね。そうだから大丈夫って国民のね一般の人が思うようになったっていうことは、これはね逆説的ですが、岸田さんの功績かもしれない。そうですね、ますますそのあれを発揮してもらいたいと思いますけどね、まあそういう意味でね、これから、まあ、11月のアメリカの中間選挙っていうのはすごい、それをこうね中心に、あとウクライナもこういう状態になってきた、もう2ヶ月あるんですからね、中間選挙。そうなんですよ、まあ、こういうことを見た時、我々の国の政治がそこをきっかけにね変わっていくようなね流れ作りたいと思いますんで、これからも馬淵大使の
発言、我々は注目していきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。どうも失礼しました。